ですね、音韻の特徴の一つとして、連母音融合の多いことが挙げられます。ちょっと難しいこと書いてあるんですけどね。このうち最も代表的な音韻融合は連母音のアイとアエが普通へ発音されることです。皆さんの年代だとこの発音が流暢にできる方多いと思うんですけれども、この辺りでは赤いが明けという発音ですね。明け、財布が財布、手前が手前、帰るが帰るが帰る、へーなんですね。こういう発音になりますね。ちょっと一緒に発音してみましょう。私の後について、発音してみてください。はい、明け、セーフ、手前、ヘル。はい、この発音が自然にできたっていう、今の発音自然にできたという方は手を挙げてください。はい、難しかった、難しかった。普段自分が会話している中で、普段の会話の中でこういう発音になっているかもしれないと思う方は手を挙げて、日常的にこういう発音になっている、はい、こういう方多いですよね。山口県の広い範囲で連母音のアイとアエの発音はエとなるんですね。ただし県東部の岩国市など旧区画群域では連母音アイは主に形容詞においてエではなくアーとなる傾向があります。形容詞が中心なんですけど、赤いが赤と言いますね。またそれ以外の地域でも男性を中心に赤ななどという発音が聞かれます。この発音は女性よりも男性によく現れる傾向にあります。だんだん発音難しいので、アケーという発音が難しいので赤という発音を退化していたと思います。これ広島県の西部の秋地方ですね、広島とか呉とかです、ね、あの辺りでもこの形容詞を中心に赤いが赤というふうになるんですね。でも年配の方の発音を聞いてみると、結構この広島の方でもですね、赤いを赤いとかないをねというふうに発音される方がいらっしゃいます。というか結構発音退化していったんだろう。この発音が難しいんです。英語と同じような発音ですからね。英語のキャッ、スペッ、ヘッ、こういうのと同じような発音ですから、だんだん難しい発音が退化していってこうなったのではないかなと思います。で、この山口県の広い範囲で行われているこのエッという発音、同じような発音をする地域は広島県の東部、尾道とかですね、福山とか、そして岡山県の瀬戸内側、